こんにちは。守護スピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。守護スピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは迷いを払う3つの方策ということでお送りしたいと思います。今回は迷いを払うということでお話をしていきますけれども、迷いを払う方法というか、迷いに対してどう向き合うかという話はですね、過去にもしたことはあるんですが、今回改めてちょっと若干角度を変えたりとかしながらお話ししていきたいと思うんですけども、人がね、不幸せな感じになる、苦しみを感じたりする理由っていろいろあると思うんですけども、その中にやっぱり迷いが生じている時が一番苦しみを感じている時だと言えるわけですね。つまりできれば苦しみから逃れようと思ったら迷いから解放される必要があるんですね。で、迷いというのはどうして生まれるのかというと、簡単に言えば自分自身を見失ってしまったり、あるいは自分の目的っていうものを見失っちゃう、ね、自分がどこに向かってたんだっけとかね、自分自身って何だっけっていう、自分がどうしたいんだっけみたいなことが分からなくなってしまうと、自分がどこに向かってるかも分からなくなるし、何したいかも分からなくなるし、で、目的何だったっけって話になると思うんですね。なのでこの辺を回避すれば迷いは生まれなくなると、ね、この辺で逆に言えば自分をしっかりと持ち、ある意味でね、自分というものがどういう存在で、自分がどういうことを思考しているのか、あるいは何に向かっているのかということを見失わなければ迷わないということになるわけですね。で、それだけだと、過去にも話をしたことがあったかもしれませんが、今回はですね、より具体的に迷いを生じさせない、迷いを払うね、3つの方策について考えていきたいと思います。で、なぜ迷うのか。本質的には先ほど言ったように自己を見失ったり、目的を見失ってしまうからなんですけども、では、目的や自分を見失わないためには何が必要かっていうとですね、実は一つありまして、人ってね、やっぱり疲れてくると、ね、疲れてくると目的が何だったっけとか、自分って何だろうって見失いがちになってしまうんですね。だから疲労ですね、ある意味で。疲労、日常いろんなことをやってると、いろいろとやっていく中で疲労してきますよね。疲れてきちゃうと分かんなくなっちゃうわけです。疲れてくれば来るほど、疲労が溜まれば溜まるほど迷いが生じやすくなると言えるんですね。じゃあなぜ疲労が生まれるのか。もちろん日々いろんなことを行動しているから疲労はするんですけども、最も迷いを生みやすい疲労というのは精神的な疲労なんですね。精神的に疲れてくると迷い始めてくる。何をどうしたらいいのかが分かんなくなってくるんですね。で、これをどうしたらいいかというとですね、まずなるべく余計なことで頭を使わないようにするってことが大事なんですね。別の言い方をすると決定の回避ということを心がけていただきたいんです。私たちは日々いろんな決定を下していますよね。お昼ご飯何食べようかとか、あるいは買い物行ったらどっちを買おうかとかね、あるいは電車で何時の電車に乗ろうかとか、なんかいろいろありますよね。いろいろ考えます。そして決定を下します。あれやろうこれやろう、あれやろうこれ、実はですね、この決定をするというシーンが多くなればなるほど疲労感、精神的な疲労感って増してくるんですね。つまり今の世の中は情報化社会と言われておりますよね。たくさんの情報があふれ返っていて、たくさんの選択肢が用意されています。つまり選べるんです、自由に。で、自由に選べるということはとても豊かなことではあるんですけども、同時に非常に精神的に疲労することなんですね。なぜならば、いち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 選ばなきゃいけないからなんですね。なので、どうしようどうしようどうしようっていう選択肢がたくさんあればあるほど、それを非常に分析したりとかですね、考えて悩まなければいけない。つまり考え、悩み、そして分析するという行為が精神的な疲労を生み、つまり
迷いを生じさせる結果になるわけですよね。選択肢が1個しかなかったらもう迷う必要ないんですよね。だってそれしかないんだからね。ABCDEFG って商品があったらどれにしようかって分析し迷うわけです。悩むわけです。だけども今 A しかありませんってなったらもう A しかないんだから、まあ買うか買わないかっていう悩みはあるかもしれませんけども、少なくとも ABCDEFG まであった場合は買うか買わないかプラス何を買うか何を買わないか何と何を買うか、あるいは何と何を買って何と何を買わないか、何と何を買って何と何は次の日に買うかとかね、もういろんなバリエーションが出てきてしまうんですね。これによって様々な決定をしなければいけなくなり、精神的に疲労し、そうすることで目的とかがぼやけてきたりとかですね、自分を見失いがちになってくるんです。なのでできるだけ決定をする、自分で判断したいというものを減らしていく必要があるわけですね。なるべく一つに絞る。だからもうある意味決め打ちですよね。決め打ちにしちゃうっていう手もあります。お昼ご飯はもう今日はカレーとかね。そうするとですね、例えばお昼ご飯に行ってお店探しとか、お店探してさらに探したお店の中でカレーにしようかラーメンにしようか、あるいはハンバーグ定食にしようかってことは悩まなくなる。カレーならカレー屋さんだと、なら駅前にあそこあったらと決め打ちにしてしまうという方法もあります。そうするとですね、いちいち決定したりとか回避したりとかする、あの回避じゃない、分析したりとかですね、そういうことが減るので精神的疲労がなくなるので迷いにくくなります。でもう一つは目的性ですね。 つまり目的を、目的を見失ってしまう原因は目的が多目的になってしまう場合なんですね。あれもこれもはダメなんです。さっきの話とも関連してきますけども、あれもこれもがあると、じゃあプライオリティはどうなんだとかね、何を取るかとかっていう話になるんで、もう例えば今日はこれをやるとかね、決めちゃう。目的性を多目的にせずに一つに一位にするっていうことですね。だ目的というものを絞る、あるいは多目的があるならそれをと一段二段上の視点で見た場合に集約できるはずなんですね。つまりこういうことが満たされればいいっていうね、抽象化することができると思うんですね。抽象化して一つにまとめちゃうという手もあります。つまり目的は一つにしましょうってことですね。何かをやる瞬間においてはですけども、そうすれば一個にまとめたら選択する必要がなくなるので意思決定が必要なくなるんですね。そうすると迷いがなくなる、自動的にね。当然精神的にも疲れないから迷いにくくもなりますしね。あと物事にはケースバイケースというのがありますよね。例えば誰かと会う約束をしたね。で会いに行きました。だけども会う予定にしていたのにその人がたまたまその日ちょっと風邪で倒れちゃってダウンしちゃったと、会えなくなりました。で急に時間が空くわけですね。そうすると再び迷いが生じますよね。あ、この時間どうしようと。なので判断基準を持っておこうということ。つまり当然ですね、友達と会う予定は立てているから会う方向なんですけども、会えない可能性も常にあるわけです。だから会えなかった場合はこうしよう、例えば会えなかった場合はその時間も読書しようとかね、じゃあ公園でその時間本を読もうとかね、もう決めちゃうんですね。こうだったらこう、ああだったら必ずあり得る可能性ね、まあある程度想定できますよね。想定しといて決めちゃうわけですね。もう決め打ち、基準、つまり基準を設けておけば、その自分が予定していたことができなくっても、やれるわけですね。例えば、まあ、さっきのレディーはカレーを食べたよ、カレー屋さん行く、決めておきます、決め打ちです。でも行ったら休みでした、そういうケースもあります。だから休みだったらじゃあ隣のラーメン屋さんしようとか決めておく、隣のラーメン屋さんも休みだった、あるいは、ね、今日はラーメンのスープがね、うまくできなかったので休みですなんてね、そんなラーメン屋もありますからね。そういう場合は
どうするか。で、まあ、細分化するとちょっとまた余計に疲れてしまうので、1個か2個用意しておいて、それに当てはまらなかったその他のケースとして、もうコンビニ入って目についたものを買ってしまうという。で、これだったらもう迷わないですよね。だから迷わないためのもう判断基準を持っておく。こうすると、迷いというものが回避できてくると思います。なのでもう一回復習すると、決定をなるべく回避していくってことが大事です。自分なりに分析したりする時間を減らす。分析すればするほど選択肢がたくさんあって選ばなければいけない。そういう連続が続けば続くほど訳が分かんなくなり、疲れてきて迷いやすくなるということです。なので目的は一つに絞れば、そういった決定をする必要がなくなるので、目的を1位に絞っていきましょう。そして判断基準を持ちましょう。あらかじめ分かっているような、ありえそうな可能性は想定して、その場合の方向もある程度決めておく。で、それにも当てはまらない場合は目についたもので決めてしまおうというぐらいに決めておけば、迷わないし、いちいち決定したり悩む必要がなくなるということなんですね。この3つの方策をですね、基準として持っておくと、迷って迷ってあーってなることは少なくなるのではないかなというふうに思います。ということで、今回はですね、迷わないための迷いを払う3つの方策というテーマでお話をしてみました。ということで、今回も仕事日ラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。仕事日ラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。